こんにちは。今回は面積の差を求める問題です。問題の内容を確認しておきましょう。図のように長方形 ABCD に EGHF を引いて4つの長方形に分けます。長方形 AEIH、ここですね。ここが29平方センチ。IFCG が17平方センチメートルの時、三角形 CHE ですね。この三角形は三角形 AFG。この三角形ですね。この三角形の面積より何平方センチメートル大きいですか？こういう問題になっています。では今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。さあ解いていきます。三角形 CHE と三角形 AFG の面積の差を求める問題ですね。こういった問題、当然図は書くんですけれども、一つの図の中に二つの三角形書くと、どうしても重なってしまいますよね。ちょっと三角形の面積を比べるのに見にくくなってきます。こういった問題に限らず、図形の中にいくつかの図を書いてしまうと、重なって比べにくくなるような問題ですよね。必ず分けて書くようにしましょう。小学生の人で結構めんどくさがって、ごちゃごちゃと図を書いてしまって、かえってわからないと。その考えている時間がもったいないです。図を書くのにそんなに時間かからないですし、かからないようには練習しておくことは大事です。じゃあ分けて書いていきますね。三角形 CHE。こんな三角形です。で、三角形 AFG。三角形 AFG はこういう三角形ですね。この三角形、それぞれの面積が出るかっていうと、この面積ってのはそれぞれ出すことができませんね。三角形 CHE について、じゃあどこが出てくるかっていうと、このうちのこの部分ですね。これが29平方センチメートルの半分です。残りの形ですね。こんな形になってます。この形っていうのをどういう風に考えていくか。三角形 AFG についても同じように、この三角形の面積が確実に出てくるとこ、ここですよね。17平方センチの半分です。残りの部分がどうなっていくか。この二つの部分を比べるのに、そのままでは比べにくいなと。どういう風にしようか考えてもらったらいいと思います。ちょっと考えてもらうと、三角形の面積。これ、平行平行でうまいこと形変形できるんじゃないかなっていうふうに気づいたんじゃないかなと。この部分ですね。CI で分けて、この三角形っていうのを、この三角形に変形してください。同じように、この三角形っていうのを、この頂点クーッと持っていって、この三角形に変形してください。結局29の半分と、これ、これになりますよね。同じように、この三角形 AFG についても、ここを残して、残りの部分ですね。ここの線で分けて、この三角形の頂点、こう移動してきてください。この三角形に移りますよね。この三角形も同じように変形してあげると、結局、ここ、ここ、ここに分かれますよね。じゃあ、この三角形ですけど、これ面積は出ません。ただ、これの半分です。同じように、この三角形も面積は出ないけれども、この長方形の面積。これの半分ですよね。ということは、この部分とこの部分、こっちの図で見てもらうと、これもこの長方形の半分。これもこの長方形の半分ですね。結局、こことここが一緒。こっちとこっちが一緒ですね。っていうことは、面積の差っていうのは、これの半分とこれの半分。29と17の半分なんで、29-17。割る2ですね。12の半分で6平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。面積の差って言われると一般的には付け足しですね。同じ面積の部分を付け足しても面積の差は変わらない。だから考えやすい部分の面積を引いていくと。今回の問題の場合は変形して全く同じ面積であるってことを確認して同じ面積を引いてあげました。こういった長方形の中の三角形の変形ですね。ちょっと珍しいですけど、全くないことはないです。以前この動画の中でも解説はしたことがありますんで、それも参考にしてもらえたらいいかなと思います。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。